加藤久樹対ケージ K1 クルーザー級90キロリミットの対決です。いや関根さん、この大きい2人、楽しみですね。楽しみですね。ケージはねクラッシュのチャンピオンになりましたしね、今自信に満ちてますよね。そうですよね、加藤はねもうシナカルミアンをねちょっと追い詰めましたからね。はい、まあ、あの試合以来のこのリングとなる加藤久樹です。ラウンド1。さあ試合が始まりました。第1ラウンド、赤のグローブサウスポー加藤久樹、青のグローブ今プレッシャーをかけていきますケージです。加藤久樹上のスイング、ボディーブロー、左パワーありますね。あ、このスイングもある。でもケージもしっかりガードしてていいですね。そうですね、しっかりと対応を見せています。まあ、最初の序盤はやっぱりこう左、さあしかし一撃で倒れる。これがクルーザー級、打ち合った今。いやー、ヒヤリとしました。やっぱ加藤選手は MMA だったりそのハンドボールやったっていうところで、やっぱ左のパンチがちょっと変則的ですよね。そうですね。重い、重いローキックバチンといった。加藤は一発一発本当力ありますね。いや、今のローは効きましたか、松本さん。まあでもあれ何発ももらいたくないですね。上原選手とね、K1 のハンド。ハイキック。初参戦の時はローキック結構効かせましたからね。いや、そしてアッパー出てくる。いやー、これは見逃し厳禁だ。一瞬たりとも目が離せない。いつ倒れるかわからない。クルーザー級この重量級のパワー、ケイジも弱気になってないですね。いやー、ハイキック、揺れたか揺れたか。いや、今のさっきのローがフェイントになってるんですよね。さっきの下とハイキック同じ入り方なんで、ケイジとするとどっちかわからないっていう。まっすぐ下がらない方がいいですね。そうですね、回った方がいいですよね。ミドルも混ぜてきます、加藤久樹。相手の左ストレート、左のキックが来るんで左に回っていくといいんですよね。左回りに回ると相手の左が遠くなるんで、はい、そういう回り方をした方がいいですね。今ケージはこの画面手前側に回っていきたい。そうです。おっと、ちょっとバランスを崩しただけです。ローキック、まっすぐじゃないんですよね。やっぱあれ効いてきちゃいますよ。さあ、その足へのダメージ、ボディも結構、ボディも加藤久樹混ぜてますね。正人さん、そうですね、本当加藤の一発は本当にすごいパワーがあるんでね、もうケージはもうスピードでいくしかないですよね。小さく速くスピード、そしてテクニック、それにも自信があるのはケージの方です。総合格闘技ベラトールでも世界の強豪と戦ってきた加藤久樹、その変則の打撃見せています。左ストレート、ハイキックはケージ。あー、ダメージあるな。結構効いてますか。効いてますね。ちょっともうパワーあるなと思ってると思いますよ。いつ仕留め切るのか加藤久樹、あるいはここに奥足のローがすごい効いてますね。効いてますね、この奥足。しかも、ね、さっきみたいなあてプッシュして奥足の下上切りますからね、はい、今そのお話通りの、はい、第1ラウンド終了です。うわ強いなと思ってると思いますよ、ケージの方が。ケージにやばいなっていう感じだと思いますね。もう完全に今のは加藤のラウンドと見ていいですか。完全にそうですね。もうローキック効かされたし、ハイキックももらったし、とにかくパワーあるなと思ってると思いますね。どうしようかなと。いや、中村さん、加藤の方もこれテクニックさらに磨きかかったんじゃないですか。そうですね、こうちょっと通常 そのいわゆる K1 スタイルとは違うテクニックですよね、はい、自分のこう体の圧力とかそういったものを生かした。おー、シノカリミアン、シノカリミアンがいます。今このクルーザー級のチャンピオン、うん、まあ、中村さん、はい、相高亮がちょっと試合は行いませんでしたけど、はい、今第一選手ですね。篠選手が怪我で、あ、そうで、あの、はい、そうですね、そうですね、はい、相高選手との試合は流れたんですけど、今だからこのね、相高加藤ケージが追うような状況で、はい、まあ、この2人が戦うわけですからね、まあ、あの篠選手にとってはやっぱ気になりますよね、ここは、うん、今この2人の試合を見つめています。さあ第2ラウンド、第1ラウンド流れを持っていったのは加藤、奥足を蹴る。あ、でも蹴り返すのいいですね。ケージは前に出ます、うん、こうやって前に出るプレッシャーかけて、ただ加藤もハイキックだ。ついに捉えた第2ラウンド、立てるかケージ、なんとか立ち上がった、構えた、
足まだフラフラしてますよ、力入ってないですよ。おお、追い打ちをかける、ハイキックを振る、もう一発上がった、足がフラフラだ、ケージ腰が落ちた、しかし立ち上がる、狙いを定める、加藤さらにストレート、仕留めきるのか、崩れた、2回目のダウン、2回目のダウン、足がもうふらついてるな、これ完全にふらついている。さあ、あと1回のダウンで止めてもいいですよ、ね、ゲージは KO を負け、ダメージが大きい、さらにいく、完全に崩れた、あとまだいくか、まだいくか、まだいくのか、2回ダウンを消しているのはゲージの方です。おーっとそうさ、チャンピオンケージを粉砕で復活です。ただいまの試合2ラウンド、いやー、まさとさん恐ろしい破壊力です。いや、本当パワーありますね。17秒こう前からパワー、左ストレートは強いというイメージありましたけど、今日はさらになんかさらにパワーアップしたような感じがしますね。あとテクニックが上手くなりましたよね、前より。関根さん、そうですよね、ローキックとかハイキックとかそんなにこんなに出せる選手じゃなかったんですけども、すごいですね。やっぱりパワーっていうイメージあった中で、はい、さらに進化を遂げて、K1 ルールでの試合がどんどん増えてきたことで、この戦い方っていうのをやっぱ覚えてきましたよね。アジャストしてますね、はい、ちょっと相高選手とも見たいですね。確かに、確かに、今先ほど品カリミアンが映りまして、カリミアンのやはり今第一挑戦者っていうところで言うと、中野さん、やはり相高っていうのは上がってきますけどね。はい、今直接対決で勝ってるっていうのもありますけど、まあそれをね、一旦抜きにしてもやっぱりこのね、相高選手とこのね、スケッチ選手と戦ったことあるので、まだね、やってないというところで、やっぱ加藤選手との試合っていうのはやっぱこう見てみたいですよね。そうですね、パワーに加えてさらにこのテクニックという部分、進化を見せてきました加藤久樹。まあ、正人さん、この敗北っていうのがやはりさらに大きかったんでしょうかね、加藤にとっては。いや、それは大きかったと思いますね。やっぱりこう負けてどうすればさらに強くなれるかってことを考えると思うので、それでやっぱりこう強くなって帰ってきましたね。以前のね、トーナメント出た時あるじゃないですか、はい、クルーザー級の、はい、あの時よりも体が絞れてて、はい、確かに、で、いい体になってます。だからスピードもありますよね。37歳、ありがとうございました。まだ進化を遂げるか、加藤久樹。そして KO 勝利した加藤選手には株式会社エントリー様より KO ボーナスが贈られます。加藤にも KO ボーナスが贈られます。その前にはルイ、そして上原誠とこの K1 にやってきてからは勝利を重ねました。そして今年の3月のケーズフェスタ2で品カリミアンに惜しくも判定負け、まあ、なんとか迫っていくという力を見せたのですが、勝利はならなかった加藤久樹。 おっとマイクを落としてしまいました。今大会もまだ前半ですけども KO 多いですね。ああ、そうですね、すいません、加藤久樹です。まあやっぱ今日今回 KO ボーナスが大きかったんで、はい、もう判定じゃなくても早めにボーナスもらって家帰って飲もうと思って、ちょっと力んで、まあでも90キロは90キロ級はやっぱ力んでパンチ出さないと面白くないんで、はい、まあ、そういう意味で、仕事を、ね、ちゃんと果たしました。ありがとうございます。またさっき試合前にカリミアが僕のとこ来て、どう久しぶり元気かとかいろいろ聞かれたんですけど、まあ、どうでもいいんだけど、もう早く相高選手と、ね、怪我せずに試合して、で勝った方が僕は待ってます。ありがとうございました。中村さん、ということですね、はい、そうですね、まあでも本当に今日の勝ちっぷりっていうのはね、ケイジ選手すごくやっぱ調子良かった中でね、KO で倒し切ったっていうところでは、やっぱ発言権を得る試合だったと思いますね。選手退場、クルーザー級も面白くなってきましたね。面白いですね、さあさらに光り輝いていくのでしょうか。加藤久樹、ケージを KO 勝利です。